皆さんこんにちは、みずきです。今日はですね、私のおすすめの夏の韓国スキンケアとコスメたちをご紹介していきたいと思います。今日から7月の楽天スーパーセールが始まるということで、オリーブヤング楽天でお得に韓国コスメやスキンケアがゲットできちゃいます。そして私の動画を見てくださった方限定の割引クーポンもございますので、ぜひぜひ皆さん利用してお得にお買い物してください。では夏にぴったりの私のおすすめアイテムたちをご紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちらのアイテムからご紹介していきます。バイオヒールボの日本限定ベストアンプルセラムセットです。バイオヒールボのアイテムは使用感も効果もすごく良くて、今まで私のおすすめのスキンケア動画でたくさん出てきてるブランドです。そんな私の大好きなバイオヒールボの有名なアンプルとセラムを集めたセットが今回新しく出たんですよ。開けるとこんな感じです。すごくないですか。毎日のお肌の状態に合わせて弾力ケア、美白ケア、そして荒れたお肌をケアしてくれたりとか、水分ケアもできちゃうセットなんです。その日のお肌の状態に合わせて使い分けれるっていうのがすっごいいいなと思いました。これからの季節必要なアイテムたちが揃ってるので、本当におすすめのセットです。こんな感じで可愛らしいボックスに入ってて、4つのアンプルとセラムが入ってるので、友達へのプレゼントとかにもすごくいいと思います。これもらったらかなりテンション上がると思います。使えるものしか入ってないですもんね。これも私も使いながらテンションが上がったアイテムです。では簡単にこちらのセットの内容をご紹介していきたいと思います。まず1つ目はプロバイオダームタイトニングコラーゲンセラムです。テクスチャーはすごくサラッとしてます。リフトアップしてくれながら毛穴ケアをしてくれるアイテムです。そして次はビタミントーニングシミジョブティセラムです。テクスチャーはトロッとしてるんですけど、サラッと伸びるので、これからの季節すごく使いやすいと思います。肌のキメケアをしてくれるアイテムになります。そして次はパンテノールシカブレミッシュアンプルです。こちらテクスチャートロッとしててしっとりするんですけど、全然ベタつきとかはないです。敏感になったお肌やトラブル肌をしっかりケアしてくれます。そして最後はセラミドウォーターディープハイドレーティングアンプルです。こちらテクスチャーかなりサラッとしてます。お肌にしっかりと潤いを与えてくれるアイテムです。これからの季節すごくたくさん使えるお得なセットになっているので、皆さんぜひチェックしてみてください。こんな感じでまず一つ目はバイオヒールボのセラムとアンプルのセットでした。そして次のおすすめアイテムはこちらです。バイオヒールボのパンテノールシカブレミッシュ日本限定セットです。こちらのアイテムはもう私の動画の中でたくさん出てきているアイテムです。クリームもアンプルもオールシーズンすごい使いやすいので、デイリーでよく使ってます。韓国でもすごく人気で、夏にぴったりのアイテムたちなんですよ。お肌に水分をしっかり与えてくれながら、熱を持ったお肌をしっかり落ち着かせてくれるパンテノールシカセットなので、これからの暑い季節もこちらのセットを使えばしっかりお肌ケアすることができます。トラブル肌とか敏感肌の方がこのセットを使って効果を実感できたというレビューが多いアイテムなので、お肌しっかりケアしたいという方にすごくおすすめのアイテムです。クリームもアンプルも重すぎないので、これからの季節もデイリーで使いやすいと思います。こちらオリーブヤングのベストアイテムなんですけど、ベストアイテムに選ばれるのにはやっぱり理由があるんだなと改めて思いました。ぜひ夏のダメージをたくさん受ける時期、こちらのアイテム使ってケアしてみてください。はい、という感じで2つ目はこちらのパンテノールシカセットでした。そして次ご紹介するアイテムも日本限定のセットになります。こちらのバイオヒールボのビタミンクリームとアンプルセットです。夏販売の新商品になります。これからのたくさん日焼けする季節には必須アイテムだと思います。こちらのアイテムが10日間でシミをなくすというバイオヒールボのベストセラーの一つであるビタミンセラムです。くすんだお肌のキメケアをしてくれます。
そしてこちらのアイテムがしっかりとお肌を潤してくれて、熱を持ったお肌をクーリングしてくれるジェルクリームです。お肌にしっかりと水分も与えてくれます。こちらは本当にもう夏に欠かせないアイテムたちです。そしてビタミン系のアイテムって重くて刺激が強いっていうイメージがあると思うんですけど、バイオヒール後のビタミン9は刺激もなくてベタつかないので、デイリーですごく使いやすくなってます。日焼けする夏にしっかり美白ケアしたいという方にとってもおすすめのセットです。はい、という感じで3つ目はバイオヒール後のビタミンセットでした。では次にご紹介するのはこちらのアイテムです。バイオヒールボのパンテノールシカブレミッシュアンプルスージングマスクです。先ほどもご紹介したオリーブヤング1位のパンテノールシカアンプルのパックになってます。熱を持ったお肌の温度を下げてくれて、むくみなどにも効果的なパックなんですよ。そしてしっかりトラブル肌のケアもしてくれるアイテムです。しっかりお肌に潤いも与えてくれるので、メイクのりのいいお肌に導いてくれます。朝晩すごく使いやすいパックになってます。そして低刺激のビーガン生地なので、お肌に刺激なく使えるんですよ。こんな感じで開けるとピンセットが入ってて、中にパックが30枚入ってるので1ヶ月デイリーで使えますし、すごいこれからの季節にぴったりのアイテムだと思います。毎日パック使う私にはこちらも必須アイテムです。お肌の温度下げてくれながらむくみにもいいってのが本当に嬉しいポイントですよね。これ一箱持ってたら夏かなり使えると思います。はい、という感じで4つ目はバイオヒールボのデイリーパックでした。では次は夏におすすめのコスメたちをご紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちらのアイテムです。ウェイクメイクのビーガングリーン純粋カバークッションです。まずこのパッケージめっちゃ可愛くないですか？最初箱を開けてめちゃめちゃテンション上がりました。今日もウェイクメイクのクッションファンデ使ってるんですけど、テクスチャーはセミマットとグローの間くらいのテクスチャーで、ほのかにツヤ感を出してくれる感じで、マスクにつきにくいんですよ。こんな感じで全体に塗って少し時間を置いてマスクをつけても、マスクにほぼほぼついてないのがわかります。そしてカラーはイエベの方向けの N21 とブルベの方向けの C21 の2色展開になってます。綺麗にお肌トーンアップしてくれて、すごい塗った感じが軽いので、これからの季節におすすめのクッションファンデです。そして敏感肌刺激テストも完了しているので、敏感肌の方だったり乾燥肌の方にも全然使っていただけると思います。はい、という感じでコスメ1つ目はウェイクメイクのクッションファンデでした。そしてコスメ2つ目はこちらのアイテムです。ウェイクメイクのミックスブラーリングアイパレットです。こちら最近の私のデイリーパレットなんですけど、めちゃめちゃ可愛くないですか？こんな感じでベースのカラーだったり、ポイントカラーだったり、ライン引くときに使える濃いめのブラウンのカラーだったり、ラメだったり、チークまで入ってる本当に万能なパレットになってます。こんな感じで3色持ってるんですけど、マットめのメイクからキラキラした華やかなメイクまでできるので、すっごいデイリーで使いやすいと思います。私今日もこの4番のパレットを使ってメイクしてるんですけど、今ウェイクメイクのモデルをしてるサナちゃんも撮影の時はこの4番のパレットを使ってメイクしたみたいです。こんな感じで新色の3、4、5、5を持ってきたので、簡単に色味お見せしていきたいと思います。はい、という感じでコスメ2つ目はウェイクメイクのパレットでした。そして次のアイテムがラストになります。こちらのウェイクメイクのリアルアッシュペンシルライナーです。
こちらも私の最近のデイリーペンシルなんですけど、色味も綺麗で何より描きやすいんですよね。なのでライン描くの苦手っていう方でもすごく使いやすいんじゃないかなと思います。ちなみに今日もこちらのペンシルのダークアッシュブラウンを私は使ってます。濃すぎずに自然にラインを引けてお肌に馴染むので、こちらもすごくデイリーで使いやすいんじゃないかなと思います。ラインを引いた後はマットな感じで密着するので、にじまずに綺麗にラインが引けます。本当に色味が綺麗なので、皆さんにもぜひ一度使ってみてほしいペンシルでした。はい、という感じでオリーブヤングで買える夏のおすすめアイテムたちは以上になります。今日はスキンケアもコスメもいろいろとご紹介させていただいたので、その中でも特におすすめの3つのアイテムを最後にご紹介したいと思います。ではベスト3からご紹介していきます。どれも良すぎてすごく悩んだんですけど、ベスト3はこちらです。こちらのウェイクメイクのミックスブラーリングアイパレットです。色味もすごく綺麗で発色も良くてデイリー使いしやすいので、これ一つ持ってたらかなり使えると思います。そしてベスト2はこちらのバイオヒールのパンテノールシカブレミッシュセットです。これはもうずっとお気に入りで使ってるので外せないアイテムでした。夏外に出て日焼けして結構肌荒れしてたので、今年の夏もこのパンテノールシカセットを使ってしっかりお肌ケアしていきたいなと思いました。そして最後の1位はこちらの日本限定のベストセラムアンプルセットです。これはもうデイリーですごく使いやすいなと思いましたし、その日のお肌のコンディションに合わせて使い分けれるので、すごいその部分がいいなと思ってこちら選びました。今日外でちょっと日焼けしたなっていう日にはこのビタミンセラムを使ったり、乾燥が気になるなっていう時にはこのウォーターアップルを使ったり、いろんな使い方ができるのですごくおすすめのアイテムです。はい、という感じでベスト3までご紹介させていただきました。今楽天スーパーセール中なので、お得にゲットできるプラス、私の動画を見てくださった方限定のクーポンでさらにお得にお買い物ができるので、皆さんこの機会にぜひチェックしてみてください。クーポンコードは概要欄の方に貼っておきます。はい、という感じで今日はオリーブヤング楽天で買える私の夏のおすすめアイテムたちをご紹介させていただきました。皆さんぜひクーポンコード使ってお買い物楽しんでください。今日も最後まで動画ご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。